はい、皆さんこんにちは。ご紹介いただきましてありがとうございます。横浜国大の下野でございます。私は今日はシャフト型のモーターで直動動作と軸回りの回転動作を実現するような二重動を有する埋め込み磁石型のモーターについて技術紹介をさせていただきます。近年ですね、工作機械でしたり、あるいは産業ロボットといった産業機器の多軸化、多重度化というものが進んでおります。これは柔軟で複雑な動作を実現するために、より器用な、そういった作業を実現するために、要求が高まっているものでございます。産業機器に限定されず、ヘルスケアの領域におきましても、例えば医療ロボットに代表されるように、こういった多重度のシステムの開発というものが強く求められてきております。特に物体との接触が必要になるときには、そういった力を精密に制御するような機能が求められてまいりますので、逆駆動性、バックドライブビリティといった性能を持ったモーターというものも必要になってまいります。多重度のシステムを作ろうと思いますと、それだけ重度を実現するための駆動装置、アクチュエーター、モーターが必要になってまいります。これを複数個接続いたしますと、装置全体が大型化してしまったり、重量化が起きたり、あるいは肥大化といった問題が生じます。また、駆動部同士を機械的な装置で連結いたしますと、そこの剛性が低いために共振が起きたりしますので、制御性能が劣化する、そういった課題も生じます。先ほど述べました通り、人と触れ合ったり、あるいは何か力を加減するような能力が必要な場合には、バックドライバビリティといった新しい性能も必要になってまいりますので、こういった技術的な課題を解決するような新しいアクチュエーターの開発が求められております。で、特に一つのモーターで複数の動きができるような多重度のモーターが開発できますと、このような機械的な連結部を削減することによって制御性能を向上させたり、あるいは部品を少なくすることでシステムが小型軽量化することができたり、そういったシステム全体の高機能化を達成することができます。近年、国内外でこのような多重度を実現するモーターの開発研究が盛んに進められてきておりまして、私は特に円筒型のシャフトモーターというものを注目して多重度モーターの開発をしております。先行特許におきまして、これは私どもの研究グループで開発したものでございますが、これは表面磁石型の二重度モーターになっておりまして、シャフトのところにネオジム磁石を N 極と S 極が市松模様に配置されるように、設置しております。外側にコイルが螺旋状に配置されておりまして、今見えておりますのは外側にある螺旋状の膜線です。実際には内側にもう一組、螺旋状の膜線がたすき掛けになるように配置されておりまして、螺旋状に生成した発生した力の合力によって、直動と軸回りの回転を同時かつ独立に実現するような、そういった独創的なモーターの構成になっております。で、このような表面磁石型の二重度モーターで、シャフトの直動と軸回りの回転を実現できるという原理実証に成功いたしましたが、先行研究では発生できる推力、あるいはトルクというものが、より密度を高めたいというような要求が高まりました。で、これは産業応用を考えますと、やはり小さな体積で大きな力が出せる、これはもう共通した要求になりますので、それに向けた埋め込み磁石型の二重度モーターの開発に挑戦したというのが今回のご紹介の内容になっております。で、今回ご紹介する新技術ですけれども、埋め込み磁石型の、軸の直動と軸周りの回転を実現する二重度モーターを発明したという内容になっております。この結果、先ほどご紹介した表面磁石型の二重度モーターと同じ原理をスタートにするんですけれども、より水力密度、トルク密度を高めることが可能となりました。また、モーター構造といたしましても、各部品をモジュール化で設計することによって、共通の部品を複数用いることで、今回のモーターを構築することが可能になります。
これによって部品数を、同じ部品の種類を数を増やしていけば、連結する数を増やすことによってトルクを高めたり、あるいは稼働範囲を変えたり、そういった柔軟な設計対応ができるような提案になっております。一つ一つちょっと具体的にご紹介申し上げます。今回発明いたしました埋め込み磁石型の20度モーターの全体の構造が左側のようになっております。外側に、螺旋状になるようにコイルのグループが UVW3 層がこう交互に並ぶようになっております。で、輪切りになっているところを見ますと、一つの稼働固定子のコイルのところに対して、コイルの足を設けまして、それを軸方向に並べていくことで積層数を増やして稼働範囲等を変えることができます。内側には永久磁石が埋め込まれた可動子部分がございまして、これを詳細を見ますと右上の図のようになります。従来の回転モーターの埋め込み磁石型と同じように、表示生体の中にこう磁石を埋め込みまして、 N 極と S 極が対抗するような形で配置しております。こちらにつきましてもモジュール化ということで、磁石を埋め込んだ部分と、あとは連結する素材というのを共通化して、磁石を軸方向に並べていくことで推力あるいはトルクを高めるようなことも可能になってまいります。外側のコイル部分が固定子として作用いたしまして、コイルを30度ずつ、あるいはまあその設計の角度に応じて少しずつずらしていって配置することで、擬似的に螺旋状の巻き線になるような構造をとっております。コイル部分だけを抜き出しますと、例えばこの緑の部分が有層のコイル、青のところが V 層のコイル、赤の部分が W 層のコイルだとしますと、軸状にこう並べていくことで、螺旋のように、コイルが同一層が並んでいるような形が見えるかと思います。で、右螺旋回り、あるいは左螺旋回りという形で、内外にコイルを配置することで、発生する推力としましては、右側の図を見ていただきますと、左上に発生する力と右上に発生する、になります。でこれが展開図になっておりますので、立体で表しますと螺旋状にこういった力が発生することになります。で、内外 その右回り左回りの螺旋コイルによって発生する2つの力の和を取ってみますと、例えば左上の力のベクトルと右上の力のベクトルを足し算すると Z 方向の成分だけ取り出せますので、推力に貢献する力を制御することが可能になります。また、左上の力と右上の力の差を取りますと、今度は水平方向の力の成分だけを取り出すことができますので、これは軸回りの回転トルクに寄与する力を利用することができます。このように、発生する力の和と差を利用するというような原理をモーターの構造に埋め込んだようなものになっております。今回は埋め込み磁石型の20度モーターということですので、従来のマグネットトルク、マグネット推力だけでなくて、リラクタンス推力、リラクタンストルクも利用することが可能になります。高出力化を狙ったのはこういった理由からになっておりまして、Q 軸と D 軸のインダクタンスの差ができるように、次郎を考えて成形いたしますと、こういった高出力化が可能になってまいります。実際に電磁界解析をいたしましたところ、まず実際に推力とトルクだけが独立に制御できているかという結果になります。まず上の結果が、モデルを組んだ先ほどの埋め込み磁石型のモーターを回転運動だけさせた時の電磁界解析の結果になっております。青色の実線が、総合のトルク力、トルクを表しておりまして、およそ 1.5 ニュートンメーターぐらいのトルクが出ていることが分かります。で、電磁界解析では内訳が見ることができますので、マグネットトルクの成分が約1ニュートンメーターほど、リラクタンストルクが 0.5 ニュートンメーターほど、合計で 1.5 ニュートンメーターほどが出ているということが分かります。これに対して推力に関しましては、回転運動をさせたときには推力が全く出ておらず、点線がゼロのところに張り付いていることが分かります。モーターを回転させるような入力を与えたときには、推力が発生せずに、独立にトルクだけが生成できることが確認できます。
同様に直動の動作を指した時の電磁界解析が下のグラフになっております。点線の推力だけが、発生することが確認でき、実線であるトルクは発生しないことが分かります。同様に推力についてもマグネット力に起因するものとリラクタンス力に起因するものと両方が発生できており、合計として約90ニュートン程度の力が発生しているようなことが分かります。従来の表面磁石型のモデルとの比較の結果がこちらのグラフになっております。全く同じ永久磁石の使用量の下で、比較解析をいたしましたところ、埋め込み磁石の型のものが回転動作で 1.5 ニュートンメートルほどだったのに対して、従来モデルの表面磁石型では 1.2 ニュートンほど、1.2 ニュートンメートルほどということが分かります。結果としておよそ2割程度の力、あるいはトルクの上昇が確認できました。全く同じ永久磁石の使用量で、発生する推力、トルクの上昇が確認できましたので、高出力化をしながら同じ原理で20度のモーターを実現する埋め込み磁石モーターという目的を達成できました。下のグラフは推力に関する結果でございまして、トルクは発生しておらず、従来の埋め込み磁石、表面磁石と比べますと、やはり2割ほど強い力を発生できることが確認できております。推力につきましては、ちょっとリップルが生じておりますが、これはモーターの構造を少し再設計することで容易に解決することができると考えております。実際の試作機の動画をご覧いただければと思います。先ほどの CAD のモデルと全く同じものを試作いたしました。外側に今見えております黄色の部分がコイルでございます。実際には内側に磁石がある可動子が今少しだけ顔を出しました。水力の方向にまず直動動作だけを実現し、次に回転方向のトルクだけを制御しております。これら、推進と回転というものを同時かつ独立に達成することができますので、組み合わせたような回しながら動くといったことももちろん可能になってまいります。今回発明いたしました20度モーターは、埋め込み磁石構造でございますので、磁石を閉じ込めて安全に利用することができます。特に工業用途での活躍が広がるのではないかと期待しております。具体的には工作機械であったり産業用ロボットのエンデファクター部を駆動する、例えばドリルのようなもので掘っていったときに、対象物にアプローチする直動の動作とドリルを回すような回転動作、そういったことを1台で実現することが可能になります。ヘルスケア分野では同様にドリルのような応用であったり、あるいは医療ロボットの処置具をアプローチさせる動きと回すような動きというところに先端の部分での活用が期待できるんではないかと考えております。実用化に向けましては、現在これを数式で表す、きちんと原理を数学的に表して設計をできるような形でするというような理論の確立の部分、あるいは電磁解析を行って原理を実証したり実機試作をするというところまでは達成しております。で、学術的な面では研究としては磁石の配置であったり、磁炉の干渉を防ぐようなフラックスバリアの設計であったり、そういったモーターの最適設計化というところに高めていきたいと思っております。またエンコーダー等を使わないセンサレスでの駆動ということも可能になってくると思いますので、こういったところのアルゴリズム研究なども進めていく予定でおります。大学での研究とは少し違って、実用化に向けては改良開発が必要になってまいります。今回の試作モデルでは解析と同等の出力を確認できましたが、さらにボリュームを小さくした上で高い出力を得るような高出力化っていうのをさらに一層進める必要がございますので、そのあたりを産業界の方と一緒に改良研究を進めていければと思っております。こういったところで、ぜひ企業の皆様とは、実用化に向けた共同研究などをするチャンスがあればと思っております。特に、モーターの製造販売で実績をお持ちのある企業様との連携がありましたら、幸いでございます。
あるいはアプリケーションとしては工作機械、産業ロボットといった、そういったアプリケーションの製造販売、開発などを行っている企業様、医療デバイスですとか、そういった部分での企業様などとの連携も希望しております。もしご縁がありましたら、ぜひお声掛けいただければと思います。今回ご紹介いたしました技術につきましては、こういった名称で知的財産権の出願を済ませております。出願人は横浜国立大学となっておりまして、ぜひこの知的財産の利活用をご興味をお持ちいただけるようでしたら、本学の産学官連携推進法務の部門の方までお声掛けいただければと思います。私から以上でございます。どうもありがとうございました。